是非もなし。そういや、ドクターの執務室に行っとかねえと。荷物の運搬は私に頼るな。フォルテだからって得意なわけじゃない。髪のケアにはちょっと時間をかけるようにしてるの。上辺を取り繕うだけじゃダメだって分かってるけど、この作業も真面目に生きることの一環としてやっていきたいと思ってるから。ドクターの髪もちょっと乱れてるね。直してあげようか。彼女はミス・クリスティーン。どこから来たのかも、いつ消えてしまうかも、私の預かり知るところではない。彼女は気に入ったものにだけ身を寄せる。そう、今君にしているみたいにね。コインに表と裏があるように、どんなに綺麗に見えても裏に必ず汚い一面がある。お互いに尊重し合うってのは大切なことだぜ。俺を尊重してくれりゃ、お前はいつも五体満足でいられるようにしてやんよ。外はうるさくてかなわん。それに比べてドクターの執務室は静かでいいな。しばらくいさせてくれ。
音楽聞くか。少しだけなら私のヘッドホンを貸してやってもいい。進め、ダブリンの戦士たちよ。いつもそんなことを言わされていた。でも本当は嫌だったんだ。医療設備の消毒完了、充電完了。いつでも出発可能です。さあ、今回もお客さんをしっかりもてなしてあげよう。出かけるの？私が護衛するよ。この天井、思っていたよりも低いな。私はシルバーアッシュのために動いているわけではない。お互いの目的に共通項があるというだけだ。もちろん彼が実現しようとしていることはヒーラの未来にとって大きな意義があることは否定しないが、私を厄災扱いしないで。誰にも死んでほしくないの。